阿鼻子市立阿鼻子市立ネド小学校は千葉県阿鼻子市筑市の4丁目にある公立小学校。学校は国道6号線近くにあり、通称はネト小、また児童を根戸っ子という。阿鼻子市では比較的新しい小学校である。学区内にあるマンション群の影響で日本でも有数の児童数の多さで1980年代には2000人近い生徒を プレハブ校舎に収容していた時期もある。2011年4月8日、現在1287人の児童が在学している。アビコ駅から歩いて約25部のところにある。入学式2年生の一部と6年生が毎年参加する。1年生を迎える。下1年生を歓迎するための行事。昔は遠足を兼ねて、明けぼの山公園まで徒歩で行って、 そこで行っていたが、児童数の増加を理由に今では、校庭で開催している。運動会毎年5月、または6月に開催される。児童数の増加と新校舎の建設により保護者席の確保が難しくなってきている。芸術鑑賞会毎年9月、芸術鑑賞会がある。内容は、音楽、落語、演劇、影絵等多にわたる。寝、ね、とっこ祭り毎年10。 11月に開催される。昔は文化祭のような雰囲気だったが、今は学習発表会のようになっており、高学年の児童の一部からは、行事性の低下を叫ぶ声もある。バザーが同日に開催されることがある。歌声発表会毎年10、11月の土曜日に開催される。学年で1曲から2曲、曲を決め、音楽の授業で練習し、 当日児童や保護者前で発表する。寝とっこ祭りと同日に行われることもあったが、最近は児童数の増加により三部制になったので、今は同日に行われることはない。マラソン大会12月に1年生、2年生、3.4年生、5.6年生に分けて行われる。学校の周りを走る。書き染め冬休みに各自で書き染めを練習し、 三学期に入ったらすぐに書き初め大会をやる。一、二年生は授業で毛筆を扱わないため、フェルトペンを使う。ここでの書き初めは体育館に掲示されるほか、千葉県の書き初め店に出店する児童もいる。六年生を送る開体育館に全児童が集まって、各学年が六年生に向けて劇などの発表をする。卒業式五年生が在校生として参加する。 ありがとうございます。